皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県岐阜市矢蓋南のピーナッツカフェ、矢蓋店にお邪魔します。モーニングは、午前7時30分から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。駐車場はかなり広くて、店の前と向かって右の駐車場にも車が置けるみたいです。お店の中はすごく広い感じのお店です。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけみたいです。モーニングの品数が今画面に映ってる分だけだと思っていたら、お店の人が今日だけ特別にって言われて焼きそばが出てきました。嬉しいサービスですよね。ホットコーヒー、ホットミルクティー、どちらも420円でしたので、モーニングはドリンク代のみの420円です。どんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。画面の一番左に白いコーヒーカップがありますが、コーヒーカップの中にはお味噌汁が入っています。お味噌汁が入ってるコーヒーカップの上は茶碗蒸しです。茶碗蒸しの右には野菜サラダとジャムトーストです。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。画面を続けて動かします。この画面には映っていませんが、お店の人が今日だけ特別にって言われて焼きそばが出てきました。その焼きそばがありますので、よろしくお願いします。モーニングをいただいてる間に、お客さんが次から次へと入って見えて、にぎわっている喫茶店です。上から見るとこんな感じです。野菜サラダには、コーン、キャベツなどが入っているコールスローサラダです。また、美味しいドレッシングが使われている野菜サラダです。コールスローとは、キャベツを千切りもしくはみじん切りにして作るサラダです。コールスローの歴史は大変古く、古代ローマ時代から食べられていたといいます。18世紀に入り瓶入りのマヨネーズが普及したことから、コールスローの人気が一気に広まったそうです。コールスローの名前の由来は、オランダ語だとされています。コールスローサラダは、ビタミンやミネラルなどの栄養を含んでいて、免疫力アップ、がんの予防、目の健康維持、便秘解消、精神の安定、老化防止、美肌効果などの健康効果があるみたいです。お味噌汁には、柔らかいわかめがたっぷりと入っていて、お味噌はミックス味噌みたいです。お味噌汁に欠かせないわかめ、
わかめは海の野菜とも呼ばれ、マグネシウムやヨウ素、カルシウムなどのミネラルを豊富に含んでいて、生活習慣病の予防や新陳代謝の向上など健康に幅広く働きかけてるみたいです。ジャムトーストのトーストですが、こんがりきつね色の美味しそうな焼き色ですね。外はサックサク、中はふわふわの美味しそうなジャムトーストです。いちごジャムはジャムの中でも比較的馴染みが深くて、甘みと酸味のバランスの取れた美味しさが魅力ですね。そういえば味にはいろんな種類がありますよね。皆さん、味には何種類の味があるとお思いになりますか？料理に出てくる味の種類は主に7種類です。1は甘み、2は酸味、3は辛み、4は苦味、5は渋み、6は塩味。7つ目の味はどんな味でしょうか？7つ目の味は旨味です。皆さん、わかりましたか？茶碗蒸しにはちくわ、水菜、椎茸などが入って美味しい茶碗蒸しです。茶碗蒸しの具材の人気ランキングがあるんですね。以前にもランキング発表しましたが、覚えて見えますか？発表します。第10位コーン、第9位カニカマ、第8位しめじ、第7位ゆりね、第6位三つ葉、第5位銀杏、第4位かしわ、第3位しいたけ、第2位エビ。さて、第1位は何だと思いますか？茶碗蒸しの定番具材の筆頭の第1位は、第1位はかまぼこでした。かまぼこは調理しやすく、三つ葉とともに乗せるとコントラストが美しく、食べると美味しいからです。最初に話しました焼きそばです。お店の人が今日だけ特別にって言われて焼きそばが出てきました。私はよくわからないのですが、今日は焼きそばが出ない日なのでしょうか？でも焼きそばが出てきたので嬉しいサービスです。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代420円で5品ついてるモーニングでした。このお店のモーニングは私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。